っちゃ近いよ。外に出て大丈夫なのか。当時はここで眠っていたものだ。てかだいぶ時間が進んでる。優しく優しく。ハッピーエンドなんて想像できないんですけど。これはここで起きたことだ。この森のこの家で。日記はない。結構深いぞ。さらに下に行けるんだ。結果何もないんかい。意味ないのかな、この敵が襲ってこない家のパターンは。調べることは。さてどう変わってる。うん、あんまり変わった様子はない。ん？もうか。入っていいのかな。あんまり進んでないけど。戻ってるような気がするんだが。気のせいか。だいぶ上のゲージみたいなのがないけど、雷ゲージが良かったんだろうか。どのぐらい早く侵入してくるか。3回。この夢は危ない。君は死にかけている。しかし森では君に生きてほしいと願っている。じゃあ時計ください。出ないっすね。出た。来たか。
速攻で行きたいところだが、歩く速度が。よし。ダメだ。あとは、お、思ったより。あとはこの一番左下か。ん？何か。これなら目玉が出ずに。つけられるか。やったぜ。この扉の向こう、これだと目玉が出てしまう。しょうがない。時計が出ないな。またこれか。おるか。ダメですね。しきしょう、居座ってる。くっそ。舐めやがって。な、やりますね。ハメを食らってるような感覚だ。出てくると思ったよ。ここで目玉食らったら振り出しに戻るんじゃないか。ギリギリだな。変なおっさんいるけど大丈夫か。あのおっさんが出た場合は明かりつけない方が良かったのか。時計ない？ないか。これは無理かもな。無理そう。近い。なんでしまってんの。これじゃ目玉出ちゃうよ。もう終わりや。ちくしょう。閉まってる。時計出ないな。
出た。近い。食らってる。また開けてる最中に来やがったな、これ。閉められた。一応全部はつけてる。誰がページを破っているんだ。誰ですか。てかゲージないよ、もうあの雷の。またゲームオーバーか。これ完全ゲームオーバーとかで全部振り出しに戻ったらどうしよう。ステージ1からやり直しみたいな。恐ろしい、考えただけで考えただけで身の毛もよだつ。やりますね。完全にゲージなくなりましたけど、あ、まだほんの少しあったわ。もうほとんど見えない。でもなんかマルチエンドに関係してるとかそういうのか。どうすればいいんだっけか。つけていいのかな。食らったやん。いますね。退散。隣。ラッキー。ここには何もない。あと一番上か。頼むから一番下から侵入しないでくれよ。
今つけたばっかじゃねえか。嫌がらせの極みやな。なんすか。あれは初めて見たな。うわ、このベッドが転がってきてるこの感じ。おお。ダメだ。幸いなのがこの階段があったことか。ダメだ。あとここだけなんだけど。またそこかい。お無理だよ、かまってらんないよ。いくら、あ、また待ち伏せやろうか。さすがにあの父さんはかまってられん。またベッドか。泣き女。うかつに開けられない。よっしゃ。開けようとしてる最中に普通にすり抜けてくるからな。このように。まあ余裕でしょう。いか、あぶねえ。勝ったぞ。これから紹介するのは客人が始める遊びなので特に危険である。遊びが始まるともういいかいという声が聞こえる。その後しばらくすると同じ声が、止まってるってことはもういいんだね、攻めるべきは自分、さあ行くよという。こうなると何をしていようが見つかってしまう。見つかるともう一度最初からやり直しになる。この遊びで勝つのは不可能に見えるが、理解すべきはこれが勇敢な者のための遊びであるという点である。実際その場に立っているだけでも隠れていることにはなる。隠れている者が一人でも残っていればこの遊びは終わらない。しかし遊びが終わらないのは困るので、最後まで見届けた者が勝者となる。これもわかんねえな。お、いよいよラスト。なんか配置が違うような気がするんだけど。当てにならないマップですね。いよいよラスト。近い。近っ。まあせっかくだからね、最後の最後もちゃんと全部調べていこうかと思います。何かあるかもわからんし。
いまだに幻聴とかが聞こえるのか。ないですね。無駄に割られるな。ここになかったらもうないっていうことになる。ちょっと爪見えてんよ。そもそもここは抜け道か。結局日記帳見つからずじまいってことか。あれ、時計がある部屋の電気割られたのか。泣き女いるやん。あ、いなかった。幻覚。僕の目もやられましたか。目というか脳。どうもまだ時間が足りないな。フィニッシュ。未知のエリアへ。上か。上ね。行きまーす。バッドエンドやないかい。どっから？どっから？部屋の電気を全部消せってさっきのメモ帳にあったな。それであることを願うけど、あの雷ゲージが絡んでるとしたらもうこれ完全に罪やん。頼むぞ。頼むで。いや、バッドエンドやん。外に出ちゃいけないのか。なんでこんな、ここに来て謎解き。全部修理した後に電気を消すとか。
それとも朝日が昇るのを待つ？足りないのか？これでダメだったら攻略見るしかないな。いや、なんかもう積んでるような気がして怖い。ここまで来て物理的にクリアできないとか怖すぎるだろ。ここまでやらせといて怖い。考えただけで本当に頭がどうにかなりそうだぜ。あり得るんか、そんなこと。今のってなんか時計が出た音とかそういうのか？マルチエンドであったとしてもせめてノーマルエンドでならいい。グッドとは言わんから、高望みしないから、クリアさせてください。お願いします。何でもしますから。特に何もないな。何もないね。割られた。一応全部修理して消してるかどうか確認するか。ないな。時計も動いてないよな。ダメみたいですね終わりや。うん、取り逃しはない。もう進むしかない。ふざけんな。それじゃあ行きますよ。行く行く。これでいいんだよな。
もうこれしかないぞ。